今回ご覧いただく国会動画は、高市大臣が捏造と否定している総務省文書について、立憲民主党の石橋道弘議員が、捏造は文書全体か、高市大臣に関する部分だけか、 と確認した質疑です。これは立憲民主党側にとても不利になるような質問です。まずは質疑の様子をご覧ください。えー、高市大臣、まあ、当時のことですけれども、改めてお伺いします。えー、高市大臣、金曜日の小西委員の質疑に対して、これ、まあ、熱蔵だというふうに、まあ、断言されました。えー、大臣が熱蔵だと断言されたのは、小西委員が提示をされた約80ページの文書全体ですか。それとも、 高市大臣のいくつか名前が、あの具体的に記述があります、それの話ですか、ちょっと確認です。高市早苗国務大臣 えっとあのご指摘の文書のうち、私の発言や、そしてあの私と安倍総理の、まあ、電話にかかる内容だとされる文書、計4枚でございました、私が読んだのはこの4枚、今、手元にございます、4枚だけでございます、もしも委員のお実感をいただけるんでしたら、一つ一つ、まあ、これが事実ではないということをしっかりと申し上げさせていただきます石橋道博君。 はいえー、と今日申し訳ありません、時間がありませんので、高市大臣、よろしければ、えー、どこの箇所がどうだということを、すみません、党委員会に提出を、えー、いただければ幸いですが、よろしいでしょうか。高市国務大臣。あのもしもあの理事、また委員長の,あのご了解がいただければ、そうさせていただきます。石橋道宏君、はい。じゃあ、そのようにあの、お取り計らいを委員長、よろしくお願いします。 それにつきましても理事会で協議をさせていただきます7日の記者会見で松本総務大臣は一連の文書が行政文書であることを認めています一方で焦点となっているのはその内容の正確性です高市大臣に関する部分が事実であるのかということが非常に重要になっていますでこれに対ししてて立憲民主党としては 文書が総務省の行政文書であることを根拠に、熱動ではないとして、高市大臣に辞職を求めている状況です。ですから、石橋議員の質疑によって、高市大臣に関する事実でない事柄が記録されているのではないかということに焦点が再度定まったことになっています。 こうなると立憲民主党側は証拠を提示しなければな,ならなくなります。まあ、いわゆる立証責任というやつですね。安倍元総理が亡くなったことで、その双方が立証することが困難となっていますが、立憲民主党はおそらく開き直って暴れ回る可能性もあります。 責任を追求することは得意なんですが、責任を取ることが苦手な立憲民主党だけに、今後も理不尽な追求をすることだけは間違いないと思った次第です。えー、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。